る人がいない、もう10年ぐらい。今回は40歳美魔女がピチピチ20代男子を食べちゃいます。あらららららら、あらやっぱすげえな。果たして2人は恋に落ちるのか。いやー今回すごそうですね。今回のゲストは坂下千里子さんです。ラッキーですよ。ラッキー、ラッキー、当たりの回、当たりの回、全部当たり、いつも当たりなんですけど、すみません。特に当たり、特に当たりの回。千里ちゃんは最近はキスはしてますか。してます。あー、もう息子が2歳で、あー、旦那とはもっぱらです。もっぱらじゃない、なんだっけ、やってないですけど。やってないです。やってないですね。なんちゅう。いや、でも優しいですよ。でも息子とはやっぱりやるよね。息子とは中もちろん。やらないんだ。まあギリギリ大丈夫です。来年の今頃には嫌がってると思いますけど。そうだね、大人になっちゃうとね。いやもう旦那さんともちゅうとかは。しないよ。めぐちゃんする？しますよ、そりゃ。嘘でしょ。しますよ。いや、KJ は一緒の人じゃない。2回ぐらいしか会ってない。しない。しない。行ってきますとかね、先生もちもするでしょ。うちまだ子供いないから。チューチューしますよね。チューチューチューしないけど。え、します。で、子供がいるのとは違うじゃない。違うけど、私いない時ももう違いました。私してないです。しましょうよ。行ってらっしゃいとか、頑張ってねみたいな。いやもうでもそういうのやってる人に限って別れる人いっぱいみたいな。なぜ。検証に参加するのはこちらの2人。女性は彼氏いない歴10年という40歳。ルールはシンプル。30分ごとに1分間のキスを5回繰り返すだけ。それでは検証スタート。出た。何なのな、斜めかけてきて。すごく。なんかエロがやっぱ出てるね。やっぱ40代の女性の方ってやっぱり。35ぐらいで見えるか。うん、綺麗。うん。タイムです。何これ、いきなりなの？そうなんですよ。喋っちゃいけない。喋っちゃいけない。5回やりますから。え、嘘。やっぱこれが新鮮な。嘘。本当？そうなんです。カラオケボックスで。うちら慣れちゃったな。うわ、ちょっとすごい見れないこれ。そこもなんとか見てください。見てください。ちゃんと見ないと。これ何？こう、ちょっと待って、何でこう。見てください。せっかくなんで、ね、いい機会なんで。こういうコーナーなんで。もうみんな麻痺しちゃってんじゃん。麻痺しちゃって。1回目から結構だね、今回は。やっぱ40代の方が。すごい。手が一切ないですね。出ないですね。何て言って、何回も出てるの？いやいや、もう毎回初めての方が出るんですけれども。笑けてくるよね、なんかね、はい、ちょっと。今のでまだ一番弱いやつなんですよ。弱い弱い、待っちゃいますよ。だからもう怖いわ。もう少し大丈夫かな、もう今日。めぐちゃん、私こういうの苦手なの知ってるよね。だけどリアクション困るよ、こういうの。好きだって聞いてたんですけど。私も好きだと思ったんだけど。キスでここまで来たっていう風に言えたんです。間違いません。積極的にすごいね。ねえ、取り合い立っちゃったよ。ちょっと待って、この女子すごい。すごい、やっぱ40代すごいわ。でも10年間彼氏いなかったんですよ。だからじゃない。逆にちょっと可愛いかも。今日は行ってやるみたいな。うん。いやー。ちょっと待ってよ。頼んでないよ、その手とか。頼んでないね。うわ、すごいな。どうしたの？そうだ、いつももうちょっと可愛いやつなんですけど、たまに来るんですよ。ちょ、もっとポップなんでいいよ。音楽はポップでしょ。音楽聞いててください。音楽聞いててください。じゃあ、うわ、もっと求めるの、うわ、やめて、それ以上もう見てられませんかもしれない。これさ、ブレイクちょっと少ないね。
ちょっとこれやりすぎだよ。わあすごいね今回は本当に当たりだったね。舌を出してきたので覚悟を決めてってもう試合みたいになってんじゃん。こあらららららら。どうして頭撫での好きなのね。可愛らしいと思ってる。勉強になるんですよこれ。勉強に勉強になる、はい、これどうやって実践に生かすのこれ。ダーリンにちょっと言われてください。いやすごいなやっぱり。そうなるんだやっぱり。別でも別物ですね。二十歳の女の子とやっぱ40代の女の子。4回目のキスタイムです。まだ4なんだもん、ね、これ目見てんの。見てないでしょほら。見てないんだよね。見てないよね。初めましてですしかも。で攻めてますね。すごい。これ撮られてんだよ。そうだよ。だよこの近くから撮ってる。すごい近くから撮ってるんですよ。すごいな。でもなんかこういうことになっちゃってる。なってます。ねえもう何どうしたのこれ。こっちが真面目すぎなんですよ。芸能人の人がすごく真面目なんだから。いやーいやー、すごいな。よりが耐えられないぐらいの激しいやつですねこれ。最後どうすんのかな。うわ、何今の。今の何。一回見て下がるみたいな。早く。最後のキスタイムです。もう顔にちょっと切なさとエロさが出てくる ね。すごい。ボディもなかなかエロいしね。わがままボディです。うん、すごいな。顎がなんかリアル。あ、顎ね。顎リアルね。42。この子はどういう引くかなちょっと。だってお母さんの年に近いんですよね。あ、そうよね。そうなってくるよね。もう半分やっちゃってますねこれ。わ確かに最初よりもちょっとどんどん違うな。すごい離れたくないって感じですもんね。これ男の子の方乗ってきましたね。乗ってきちゃったね。あ見るのチラッとちょっと笑う。変にめくれてますけどね。上がっちゃってますよね。放心状態になっちゃった、ね。このキスだけで相手のことが好きになったら5時間後指定の待ち合わせ場所へ。果たして2人は恋に落ちたのか。今日はなんか今日ですね。ちりさん大丈夫ですか。いやめぐちゃん普通あのね恋に落ちてからキスをするんですよね。はい、先輩はそういう、はい、ね、正解はそれですよね。はい、正解はね。なのにこれはキスをして好きになったら5時間後待ち合わせをする、うん、はい、素晴らしい番組だ。ありがとうございます。ね、逆転しちゃいました世の中が。私たちが思ってる以上にもうすごいことになってるみたいで。40歳のキスはなかなか濃厚で、ね、いや40ですごい、一番すごい。10年ね彼氏がいないって言ってたから、うん、ちょっとこう臆病な感じなのかなって思ってたんですけど、ね、うん、ノリノリでしたよ、ね、男が来るかっていう、うんうん、男も来るでしょ。もう最後なんか俺から責めないとやられっぱなしは辛いみたいなこと言ってた。覚えてましたね。ねえ、じゃあちょっと見ましょうか、来るのかな、来るということで、はい、これ来るよ来るよ。待ち合わせは午後8時。先に姿を見せたのは彼女。そう、早いね来るの。彼はやってくるのか。でもさ何も情報なくて。そして喋ってないし。来なかったんだ。1時間が経過。彼は現れず。カップルは不成立。切ないんですけど。短い時間で不思議な空間だったんですけど、ちょっと顔も可愛くて好みだったし、また会えたらいいなと思って来ました。彼のキスはどうでした。彼のキスはそうですね、まだまだかなってとこあったんですけども、もうちょっとこれからもう少し上達させてあげようかなって。待ち合わせに来なかった彼の気持ちは。痩せたぞと。はい、マジですか。痩せた。
戦わないと思ってました。すごくお綺麗で、まあ、あの大人な女性だったんですけど、ね、まあ、ちょっとあのぐいぐい来られすぎて僕の中では違ったかなと思って。逆にリードされすぎてリードできなかったっていう。というわけで、キスをするだけでは人は恋に落ちないでした。もったいないことしたよね、この男の子も。教えていただければ ね、 ね、まあ、確かに。でも年は関係ないんだね。だって最近すごい多いじゃないですか、やっぱり50代の人が20代の人と結婚したり付き合ったり、40代の人とかと。逆はあってもさ、いやいや、女の年上ですよ。ある、めちゃめちゃいますよね、今。めっちゃいますよ。めっちゃいるの。めぐちゃん、どうなすと知り合ってるの。そんな人ばかりですけど。でも年齢出ますよね、キスに。いや、出るってもんじゃないですよね。バカとしてましたよね。キス、そうなんすごいね。テクニックとかあるんですか、キスに。え、そう、まだまだだったって言ってたじゃないですか。どこまで行ったら上級者で、どれがダメとかすごい教えてもらいたいです。具体的にね。そうです、でも世界もあるもんね。センスとかアイデアとか、ガツっていけばいいってもんじゃきっとなさそうですし、今まで見てると。はい、なんか雰囲気をなんかね作ってる人とかもやっぱ素敵だと思います。カニカーやってましたよ。あれ怖いですよね。怖いね。こんなこんな手が違うみたいになってましたけど。そう、はい、今週の女のマサ研究結果は、キスに年齢は出る。はい、キスに年齢は出るです。はい、ではまた、バイバイ。バイバイ。